皆さんどうせ見たいのはこれでしょ。これで釣るところ、まあ、今日は強気でね。おい、まず足強気やな、確かに、うん、ちなみに500円。500円、うん、難しいね。引退か。地味に寒いな。寒い。これはルアー見捨てるかもしれない。寒い時はなんか色あるん。やっぱ好きなめじゃん。あー、なるほどね。火鍋でスローに巻く方がいいかもしれない。知らんけどな。あの、間違えてたら褒めたらね。バス釣りに正解ないからな。おい、コメント欄の評論家黙れ。ここカットで、ここカットで。そのまま続けて。3時のやつの時間だ。ちなみにルアーの動き見せましょうか。はいはい、こんな感じですね。魚がもう泳いでるように、ぷい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 っと回したときに、うん、ボンってくるときもある、うん、ああいうとこ投げて、お、小魚がいっぱいいる。俺なら言ってたな。ずっとね、同じルアーでやっててもちょっと未来ないと思うんで、一回変えます。はい。誰が食うてくんの、誰が食うてくんの、絶対間違えてんだよ、これ。誰が食うてくんの。こいつ言っちゃっていいっすか。おっと。じゃあもう最終兵器ちゃいます。もう時間も時間やし、一回、これでほんまに今釣れへんかったら、うん、なかなか厳しい不安になってくるよな。なるほどね。一回やってみろ。はい。名前なんすかこれ。デラクーです。デラクー、これ結構リーズナブルで買えるルア、うん、これはよくわからん、アングラーズで買った500円、800円ぐらいか、忘れたけど。あるな、なんか。そうそう、安いの。でも動きするよな、うん、やっぱな。ほんで日曜やから人多いな。今ここも先行者の人おってんけど、でっかいハサミですね。そうですね。でっかく夢は出た。ちょっとさっきより深いところを狙っていきます。はいっす。なんかでも浅瀬にさ、ウェイト溜まってたやん。うん、ワンチャン浅瀬にもおるんちゃうかなっていう感じやねん。一回じゃあどんどんちょっと歩いていこう。はい。じゃあね、また待ってへんね。ちょっと待って、もう一回。もう一回。ということで、次こんなポイントで、ケットを見てこれ流れ込んでるんですよ、から。いいね。どうでしょうね、流れ込んでるの。釣れるのかな。全然あかん。あ、危ない危ない危ない、マジで滑る。ここなあ、これ踏む普通。何これ。何これ。これで今めっちゃ滑っていいんだけど、誰こんなところにトラップ、なんかクラゲみたいな。クラゲ。やめて、決め出てもさ、うん、一瞬でやめるよ。絶対いけるやん。釣ってください。ナイス、ボス。
飛び込んで。おおおおめっちゃ滑ってるよ。いや、まだまだまだ落ち込むのはまだ早い。うん、今来てるんかもしらんな。どう今回りた。あかんね。今日はおしまいです。終わりますか。はい、ゴンザレスゴーゴー。ダメでした。一つ惜しいのあってんけどな。それな、あれ取れてたらいいな。流せたら。まああれがブラックバスですよっていうところ、素人の人も多分見てると思うから、はいはいはい、これからね釣り始める人とりあえずこれ買ってください。フリップシェイク釣れます。これ確かに、これもう一番今日みたいな厳しい日でも釣れちゃいます。実績あるな、もうこれは、うん、これはもう実績ナンバーワンって言っても過言じゃない。まあそやな、すいません。結果釣れませんでした。どうでしたか見てて。まあ自分が思うには、はい、まあ、いい攻めやったんじゃないかな。絶対不正。で俺がやるとしても、まあ同じことはやってた。あ、なるほど。じゃあ同じこと、まあ全国共通、皆さんは多分これを今日はしてたということですね。そう。じゃあ今日の動画は多分いいなと思った人もいないと思うんで、バットボタンお願いします。ゴンザレスゴーゴー。ゴー。